この紛争における最も顕著な進展の一つは、プーチンが高位の兵士を解雇し、重要な軍事任務を無資格者に割り当てる決定を下したことである。この型破りな行動は、ロシアにとって悲惨な結果をもたらした。確立された軍事ルールに違反して、12人の異なる軍人がロシアの秘密司令部の暴露につながるミスを犯した。ウクライナ情報当局は、これらの失態は、スタッフが自分の携帯電話を本部に持ち込み、ウクライナ情報機関が作戦を盗聴できるようにしたことで悪化したことを明らかにした。こうした脆弱性に対応するため、ウクライナはルハンスク地域の5つの司令部に精鋭特殊部隊を送り込むという驚くべき作戦を開始した。この作戦の背後にある諜報活動のおかげで、3つの司令部は効果的に封鎖され、227人のロシア兵が捕らえられた。捕虜の中には、プーチンの陰謀に関する貴重な情報を提供した高級将官も含まれていた。この作戦は、開戦以来ロシアに最も大きな打撃を与えたと評価されている。ロシア軍将兵の捕獲後、ウクライナの諜報機関はプーチンの絶望を暴露する告白映像を公開した。捕らえられた将兵たちは、プーチンは部隊に十分な物資を供給できず、降伏が間近と思われる状況に追い込まれていたと主張している。これらの暴露に加え、プーチン政権が兵器の実験中に大きな損失をかぶったことが記録されており、プーチンの信頼性はさらに損なわれている。衝撃的な出来事として、ロシアのバレリー・ゲラシモフ参謀総長は、秘密本部の暴露を受けて核兵器使用の可能性をほのめかした。この脅威は世界中の懸念を呼び起こし、反響を呼んだ。北朝鮮の金正恩委員長は怒り、ロシアに対して核兵器を使用すると脅した。この予想外の反応は、プーチンの同盟関係を緊張させ、情勢をさらに不安定化させた。ロシア軍が必死の挽回を試みたにもかかわらず、ウクライナは彼らの前進を見事に阻止した。武装した UAV が退却するロシア軍を綿密に監視し、その結果、戦車22両と装甲車254両を破壊した。特にドネツク地方に向かう重要な弾薬列車を阻止するなど、ウクライナの状況変化への適応力と対応力は注目に値する。ウクライナのゼレンスキー大統領は、国際的な支援を得るための努力を続けている。ホワイトハウスでバイデン米大統領と会談した際、ゼレンスキー大統領はこれまでの支援に感謝の意を表した。米国議会内では反対意見もあったが、バイデン氏はウクライナの側に立つという米国のコミットメントを改めて表明し、470億ドルの追加支援を約束した。紛争が続く中、ロシアは弾薬や装備の不足で不安定な立場に立たされている。ウクライナの戦略的作戦によってロシアの軍事戦略の重大な弱点が露呈したため、プーチン政権は先行き不透明な状況に直面している。ドネツクとルハンスクのいわゆる共和国は、ロシアが分離主義国家として承認しており、ウクライナの心理的優位を助長している。意外なことに、プーチンは勝利の可能性がますます低くなっていることを受け入れているようだ。プロパガンダキャンペーンを通じて戦争の必要性を国民に納得させようとするプーチンの努力は、差し迫った敗北を認識していることを物語っている。ウクライナが外交政策において効果的な自己表現ができるようになったことで、現在進行中の紛争におけるウクライナの心理的優位はさらに強固なものとなった。現在進行中のウクライナ紛争では、50人以上のロシア軍兵士が無力化され、ロシア軍が大きな損害を被っている。こうした軍事的後退の影響は、ロシア社会の多方面に波及し、経済や医療などに影響を及ぼしている。500人以上の兵士が負傷し、ロシアにとって状況はますます悲惨になっているようだ。ザポリツィア市は、こうした極めて重要な動きの中心地として浮上し、組織化と世界への情報発信の拠点となっている。しかし、最近のバフムートでの敗北を隠蔽するために、ロシア政府が指導者プーチンに有利なイメージを植え付けるためにデータを操作しているのではないかという懸念が高まっている。慎重に実行された作戦でロシア空軍に大損害を与えたウクライナに、世界の注目が集まっている。HIMARS ミサイルと優れた情報に大きく依存したこの作戦は、効果的にロシア軍を敵に回し、ロシア軍は混乱して弱体化した。現在進行中の紛争で最も重要な局面の一つは、
ロシア軍とウクライナ軍が活発に対峙しているドニペル川流域の支配である。ドニペル川近くの地元軍事基地に対するウクライナ軍の攻撃は重要な意味を持ち、ロシア軍の立場が悪化していることをさらに示している。ロシアの損害を軽視しようとするプーチンの努力にもかかわらず、写真や情報の世界的な拡散は全く異なる絵を描いている。アナリストたちは、ドイツが計画しているウクライナへの戦車輸送が実現すれば、状況はさらに悪化すると警告している。クレムリンはこれらの戦車を嘲笑しているが、ロシア自身の戦車在庫はほぼ枯渇しており、ソ連時代の時代遅れの装備に頼っていることに留意すべきである。専門家や批評家たちは、プーチン大統領のリーダーシップと意思決定がもっと適切であれば、このような損失の多くを防げたはずだと主張している。彼の攻撃的な脅しと行動がこの地域の悲惨な状況を招いている。緊張が高まるにつれ、米国はプーチンの行動に懸念を表明する声明を発表し、西側諸国からウクライナへの援助物資の発送が相次いでいる。その中には戦車や弾薬、軍用車両も含まれており、ロシアの侵略に対する強い支持を示している。ロシアの連戦連敗は軍事的に大きな打撃を与えただけでなく、経済的、国内的課題も深刻化させている。ドイツとフランスがウクライナに戦車を輸送するなど、ロシアの行動に対する国際的な反応は、ロシアの侵略に反対する世界的なコンセンサスが高まっていることを示している。驚くべき展開として、米国はウクライナ支援に大きく舵を切り、現在進行中のロシアとウクライナの戦争の力学を変える可能性が出てきた。当初は十分な支援を提供していないと批判されていた米国が、現在では実質的な支援に乗り出し、紛争に変化が生じる可能性を示している。この支援で最も注目されるのはパトリオットミサイルの配備で、この動きは世界的な議論を呼び起こし、紛争の激化を懸念させた。これらのミサイルが追加されたことで、ウクライナはその場所からモスクワを標的にする能力を手に入れ、ロシアはモスクワに独自の防空システムを配備することで緊急措置を取るよう促した。権力を失い、ロシア国民を紛争に巻き込むというプーチンの懸念は、この展開によって悪化した。しかし、米国はウクライナ支援を続けており、次世代エイブラムス戦車の派遣まで計画している。この支援強化の背景には、ロシアが1年間の紛争を経て、全軍をキエフに向けて前進させる大規模作戦を準備しているという懸念がある。ウクライナの回復力と各国からの軍事支援が相まって、ロシアに難題を突きつけているのだから。ロシアの短期決戦の約束は虚しく、ロシア軍は窮地に追い込まれ、大きな利益を得ることができない。ウクライナが前進し、支持を集めようとする決意は、占領しているロシア軍を領土から追放する可能性を示している。ウクライナの指導者は、ドンバス地域で連合軍の戦車に支援された大規模な反撃をほのめかし、紛争の転換点を示している。国際社会はウクライナの戦車増援要請に応じており、ポーランドはウクライナへの戦車輸送を促進する上で極めて重要な役割を果たしている。チャレンジャーに戦車の派遣を約束したイギリスはウクライナの立場をさらに強化し、NATO 加盟国ポーランドの軍事訓練と支援はロシアに対する統一姿勢を反映している。NATO 内でのポーランドの重要性の高まりは、ウクライナを支援する役割と相まって、欧州の安全保障における重要なプレイヤーとして位置づけられている。しかし、ロシアの反応と脅威は、この地域の緊張をエスカレートさせる可能性がある。このようなリスクにもかかわらず、NATO におけるポーランドの戦略的重要性は、潜在的なロシアの侵略に直面している加盟国からの継続的な軍事支援と連帯をもたらす可能性が高い。ポーランドを守るという NATO のコミットメントは、地域の安定を維持することの重要性を強調している。最近起きたロシア軍の侵攻部隊とウクライナ軍の衝突は、先進的な防空システムと武装した UAV に支えられ、ウクライナの軍事力の高まりを浮き彫りにした。この作戦の成功により、ウクライナは国際的な同盟国から称賛を得た。このような動きが展開される中、ウクライナの大統領はワシントン DC を訪問することになっており、独立を目指すウクライナへの支持はますます強まっている。ロシアとウクライナの紛争が新たな局面を迎えるのを、世界は固唾を飲んで見守っている。